皆さんこんにちは。私の YouTube チャンネルへようこそ、お元気でいらっしゃることを願っています。現地時間10月25日、日本時間26日に開幕するワールドシリーズは、ロサンゼルスドジャースとニューヨークヤンキースという名門球団同士の対決で、世界中の野球ファンを熱狂させている。とりわけ今回のシリーズは、ドジャースに所属する大谷翔平と山本義信により、 日本での注目度もかつてないほど高まっている。ドジャースは今シーズンから大谷、山本の加入後、日本国内での人気が急上昇。テレビ視聴率は大幅に伸び、日本企業とのスポンサー契約も増加。ドジャースは日本のファンから熱い支持を集め、あたかも日本のチームのように応援されている。 この傾向は対戦相手のヤンキースの選手もポジティブに受け入れているようだ。地元メディア、ドジャーブルーによると、今回で2度目のワールドシリーズ出場となるアンソニー・リゾは、スポーツ界、特にアメリカのスポーツ界にとって、これほど大きな舞台はないでしょう。とりわけ日本から昌平と山本を獲得したドジャースが参加したことで、本当に素晴らしい機会になると語ったという。 さらにリゾは日本の野球文化についても触れ、日本の市場彼らの文化において野球はとても愛されている。きっと素晴らしいステージになると述べたと報じている。一方、ドジャースのデイブ・ロバーツ監督は2025年シーズン開幕のシカゴ・カブス戦を東京で行うことについて、日本のファンは私たちを見ることを楽しみにしているだろう。 カブスには鈴木誠也や今永翔太もいるし、これは当然といえば当然だよねと述べ、日本での MLB 熱への高まりを感じている。大谷と山本の活躍は、日本とアメリカの野球ファンにエンターテイメントの興奮をもたらし、ワールドシリーズを盛り上げている。山本が第2戦でどんなピッチングを見せるのか、そして大谷がバットでどこまで貢献できるのか。二人の活躍に、 日本からも熱い視線が継がれている。皆さん、今日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。感想はコメント欄に書いてください。次の動画でお会いしましょう。お体に気をつけて、さようなら。